実球は、戦国時代の武将、三好氏の家臣、三好元長の次男。野草と花王実球は、旧字体では、実ノ球で、これは、生前に名乗った法名であり、同時代の一時資料に見える俗名の意味名は、野草、後にこれ虎である。天野忠之の研究によれば、実球は当初は、野草と名乗っていたが、 天文21年7月以前にこれとらと改名し、さらに、永六元年6月から8月の間に実球の、方号を用いるようになったとされている。ただし、書籍によっては、実球の俗名を、吉方や雪康としている。三好木、阿修足利平島伝え来い平島殿先祖並細川や三好家覚え書き、阿修古仙木などでは意味なお吉方としている。しかし、 福島勝彦らの調査によるとこの名は一時資料では確認されておらず、天野は東郷阿里保の別名で辞書も残っている、三好義賢が後世に混同されたものとしている。また、天野の話によれば、室町幕府将軍、足利義輝と対立していた、次期の三好氏が足利氏の通じの銀の字を名乗るとは考えづらいとも指摘する。古城書承記では、 三好豊前森義賢は、長兄の子で、足利義輝を殺したとし、三好べっきでも、三好義賢は、長兄の次男で、和解上で自害したとしており、実級の老いの三好義継との混同がある。俗名を、雪安としている場合があるが、これは、安氏の字と虎の字が、共に崩すと類似することから語尾を招いた、結果とされる。大英七年。 三好元長の次男として生まれる。青年には大英六年説もある。兄に三好長兄、弟にあたけ冬、安志、東郷一尊、野口東長がいる。早くに父が戦死したことで幼少期から政治的に重要な立場となった。署名に長兄と実給の要命が記されている三好千有丸、千三丸騎神上の日付は、 天文元年8月9日であり、これは父の死から数えて49日にあたる。兄、長兄は、細川慶長屋の当主、細川春元に仕えたが、実休は、春元のいとこで、阿波細川家の当主、細川持高に仕えた。四国における影響力を保持する狙いがあったとみられる。天文8年には、持高につき従い、伊予国における河野氏との合戦に、 三好勢の責任者として参加した。天文十三年、兄に従って京都に入り、天文十五年までに無前神を名乗るようになった。細川春元と対立する、細川氏綱、畠山聖国、湯座町京らに対抗するため、天文十五年秋に阿波の軍勢を都会させ、天文十六年のシャリジの戦いで対勝した。その後も兄、 長兄の勢力拡大に従って、伊予、佐抜泉など各地に転戦している。また、弟の東郷一尊が泉岸和田上主となったため、佐抜も事実上支配下に組み込むなど、三好家の四国方面の政治、軍事を担当した。天文22年6月に細川持高を検証寺で次害に追い込み、その後、細川正幸を阿波細川家の当主として擁立した。 この時、持高派であった、久米義弘、佐野丹原が反抗したが、実球はこれも打ち破り、阿波細川家の実権を完全に掌握、阿山州と呼ばれる国人州を、三好政権の統制下に置いた。実球は、持高と、その一党を、兄、長兄の政権安定のために排除し、阿波を掌握しようとした。しかし、実球を憎む者、妬む者、 また細川正幸に接近する者が少なくなく、その者たちとの安藤を、実球は強いられ、完全に阿波を掌握することはできなかった。天文23年から天文24年の、張馬遠征、永六元年の北白川の戦いでは、四国勢を率いて参戦。永六三年に、兄と共に、河内守護、畠山高政や安見宗夫さらと戦い退場し、 彼らを追放した後の河内の守護を任された。しかし、A65 年、木の国の根の衆の援助を得た畠山高生の反撃を受け、久米田の戦いで戦死した。去年36。また、長愛の故障や金次ュもことごとく討ち死にしたという。あと、この三吉長春が継いだ。実球が討ち死にした際、長慶は、飯森山城でレンガの会の最中であった。 実球の訃報を聞いた長兄は、どうすることなく、足シに混じる、薄人村という前エに対して、小沼の浅き方より、のとなり手と返し、参加者たちを簡単させた。昔阿波物語は、実球を、猛将ではあるが文化とは、ほど遠い人物として描いている。この文献によって、実球は、主の細川持高を殺した、陰湿な武将としての印象が世に伝播した。 しかし、実際には、竹の女王に茶道を学び、妙国寺を創建したりと文化への造形は深く、残した功績も大きい。これは、父の三好元長が、堺の町衆との間に深い人脈を持っていたことが、十九が茶人たちと交流するきっかけとなった。堺の有名人のうち、最も実九と親しくしていたのは、津田宗達であり、他には、今井宗九、北向き、 道鎮、千里宮などとも交流し、彼らを自室に招いている。実宮は、自身が帰還した、北家州の飛行に、境北層にあった別邸を妙国寺の解散のために寄進している。敷地の広さは、東西が300メートル、南北が500メートルである。一方で、長慶ら三吉一族は、臨在州大徳寺派の大林総統や昌麗州に帰還して、 境南層に南州寺を混流しており、これには経済的、文化的双方の側面が影響していると指摘される。実球が出家したのは、かつての主君、細川持高を殺害した直後であり、出家及び飛行への帰への背景には、持高を殺したことへの残悔の心が読み取れると言われる。ただし、前述の通り、海名の実球を使い出したのは、永禄元年からであり、 これは、持ち高の死から5年後である。実球は、兄の長兄ほど若レンガには傾倒しなかったが、その分作動に強く傾倒した。山上総治は、三条州二期において、名物を50種類も所持していた。実球は武士でありながら好き者だと評した。総治が好き者と認め称賛した武士は、実球ただ一人であった。また、実球所持の名物茶器の中でも、 三日月の壺は宗児が三条州二期において天下無双の名物と称賛したほどのものであった。この壺は他の実球所有の多くの茶器と共に織田信長の手に渡り本能寺の変で消失した。和歌においては辞世の歌がよく知られている。なお、実球の死に際して他家の女王がおしみ追悼の歌を歌ったという逸話があるが女王は実球の戦士以前に死去しており、 事実ではない。草から寿司もまた今さの日に小手法のほどはついに逃れず、殺害した、旧四君、細川持高の妻を強奪したという話が、昔やわ物語、三好記などに描かれている。しかし、少々小にまつわる話の多くは、江戸時代以降に成立した、軍機物を出展とするところが多く、信憑性を欠く。子は、三好長春、東郷有穂 あたかきを継承したあたけがみの三人がいる。A61 年に模様された実球の七回記について、非、甲の日記、己行記に言及があるが、その記述から、三吉長春と東郷有穂は、異母兄弟であることが判明している。ありがとうございます。